模様を選択すると液晶画面に使用する押さえが表示されますので、縫い目に合った押さえに交換してください。押さえを交換するときには、まず針上下スイッチを押し針を上に上げ、押さえレバーを上げて電源を切ります。押さえホルダーの後ろのボタンを押して押さえを外し、使用する押さえのピンを押さえホルダーの溝の位置に合わせて押さえレバーを下げれば完了です。